契約終了後辞めるのは本当ですか、うん、まああと3年あるけど、まあ、まずそもそも僕はその37とか8の時点でこう使える選手かどうかっていうのがまず前提だと思う、うん、使えない選手だったらもちろんもう辞めなきゃいけないし37、8だしで、まあ、使える選手であったとしても、まあ、そのさっきも言ったみたいにその家族と その、まあ、兼ね合いというか、まあ、そこっていうのは一番大事な部分なので、ちなみなら全然契約書は、まあ、分かんないけどいらないでしょ日本ハム、まあ、僕もね、まあ、正直なところですよ、その自分がもし日本ハムにそうやっていずれなんか戻ったとして、なんか僕あの新球場で自分のこのなんていうのかな、あの自分の歴史を、自分のダルビッシュっていう歴史を新球場にこうなんていうの、なんてこう置くというか、それはあんまりね良くないんじゃないかと思ってますね。札幌ドームで終わった方が、そっちから新しい新球場で新しい歴史を日本ハムが新しい選手たちと作っていくっていうことの方が僕はなんかすごくいいんじゃないかなって思ったりするんですよ。もう過去のものにしてほしい。で新しいまた日本ハムっていうのを、ね、やってほしいなと思ったりもする。